ちょっとあんたたち、この町じゃ見ない顔だな。あんたたちよそ者だな。なんでこの避難所に来た？いきなり何？このおばあさんの足の怪我を診療所で見てもらおうと思ったんです。怪我だと？そんなにひどい怪我なのか？そうは見えないがな。それにこの避難所は救援物資がしばらく届いていないんだ。よそ者が来て包帯や薬が使われたら、わしらが使う時に足りなくなってしまう。避難所を少しでも荒らしたら叩き出してやるからな。何やこいつ、めんどくさいわ。まったく、何なんだあいつ。とりあえず怪我直してもらおうかな。おばあちゃん、あそこかな。こんにちは。グラウンドに？オッケー。こっちやね。誰だろう？どれだろう？おばあさん、怪我してるんですか？大丈夫ですか？すごい。見た目の割にすごい痛そうです、ね、いい声してるわ。ルアン、先生呼んできて。海外の人か。どうぞどうぞ、座って休んでください。いい体してんな。絶対いい人や。すみません、どうもありがとうございます。いや、いいですよ。困った時はお互い様って言いますからね。いい人や。おい、どうした？ああ、君か。また会ったな。こんにちは。先生、このおばあさんなんです。よくわかったね。よく我慢してこれましたね。折れてますよ。ダニー、ちょっと手伝ってくれ。あ、はい。動かさないようにしてください。まあ、命が無事なだけ良かったでしょう。ありがとうございます。楽になりました。体育館の診療所には入れませんでしたか？そうなんです。もういっぱいだと言われまして。そうですか。困ったもんだな。西先生、こんなところで何してるんだ？いや、こちらのおばあさんを見ていたんですよ。こんなよそ者や外国人なんてほっとけよ。それより、弟の怪我を見てくれよ。何言ってんだ。避難所のみんなは不安やストレスで限界だ。自分を守るのでいっぱいいっぱいなんだ。地元住民は寄り集まってグループを作ってる。彼らからすれば、他の町から来た避難者やダニーたち外国人はよそ者だ。先生、早く！今行きますよ。地元住民は体育館やグラウンドで車中泊をしている。よそ者は他に行くところもないから、ここで野宿するしかない。よそ者は本来いないはずの人だ。配給は必ず後回しで、ほとんど回ってこない。そのつもりでいてください。それじゃあお大事に。また痛むようだったら声をかけてください。この人も大変やな。自己紹介がまだでしたね。僕はダニー、この町に留学生として住んでいたものです。
はあ。じゃあここにいる人たちも、そうか、何日もここで。わあ、そうか、そうなっちゃうのか。他の震災もこうなってたのかなって考えるとちょっと悲しいよね。しょうがないんだろうな。まあでも食料あるからわしゃいいで。まあしょうがないよ。しゃあないしゃあない。でもねえ、ここの人たちはね、多分これ何日もなってるんでしょう。いやー、これもらえないパティンやで。いいよ、おにぎり持ってるから。ほら、多分ほら、なかったわ。あ、おにぎりあったわ。おにぎりあるし、ほらお弁当だってあるからね。これ食ってけよ。俺ほら、唐揚げとローストビーフ食ってきたからさ。あん、よし、僕の体を好きなだけ触ってください。よし、やったぞ。気をつけてね。グラウンドね、了解。なんか持ってません？すいません。悲しい人たちやで。次は何？なあ、手を出した。
はわわわわわわわ、これは辛い現実やで。とりあえずこれもらってきたで。砂は俺が食うから、おにぎりは君が食うんや。そうだね、正直全然食べ足りないよ。カップヌードルだ。普通にくれるんか。よかった、報われたね。この子たちも普通のカップヌードルでいいです。結構長いこと住んでるのかな。大変やな。悲しいわ、わし。とりあえず喉乾いてるらしいから飲むわ。ご飯は大満足だって。ついでにトイレ行ってくるわ。また膀胱が腫れそうになってたら大変やし。すまねえな、トイレ集中や。これは？あー、これ入れないパティン？あー、ダメみたいっすね。ダメみたいですね。ああ、了解です。お、なんすか？お腹や喉が変な感じ。熱中症ね。よし、任せとき。あれ、ちょ、どこでもらえやいの？どこでもらえやいの？教えて。は、鶏小屋の奥。はあ、え、それいいと？もしかして。ああ、そういうこと？マジで？ちゃうわ。全然ちゃうわ。
コンパス、しかもこのコンパス動くんかい、怖っ。でこれかい、はい何してんねん。普通に水を分けてあげましょうね。すまないな、いいってことよ。水を渡した、せーやねー。何、どうした、奇跡の水。いや、お、やった。こんな水飲んで大丈夫なんだろうか まあ助かったならいいかな。で、どの人だ、この人か。こんにちは、す、うん、まあいいよ。ああ、そっか。オッケーオッケー。多分まだいっぱいあるでしょう。持ってきたよ。何？なんかいっぱい来た。怖いわ、逆に怖いわ。まあそこら辺にあるしな。まあ早物勝ちって感じで、まあ別に不動産の権利書いや、いらんいらん。何？やめてくださいって言うの？とりあえず水持っていくわ。うん、トイレも行きたい。え、使用中なのかい。まいったな。
このお面してるからなおさらなんかちょっと危ないな。まあいいや、お前さんか。おお、ようこそいらっしゃいました。こちらにお座りください。何こんな舞台に立たせて。それでは早速ですが、奇跡の水をいただけないでしょうか。お礼は何なりとお申し付けください。いやだからいらないって。水は分けますが、お礼はいりません。なんと優しい人だ。ありがとう。とにかく水を。私はナイチンゲールのようにのーなんだなりふり構わず他人を助け、マザーテレサのようになんだなんとかするんじゃ。奇跡の水を。私が先よ。皆さん落ち着いて。見たところ奇跡の水はなくなってしまっているようだ。ここは少し休憩をして、また奇跡の水を貯めておいていただきましょう。奇跡の水を貯めに行くの？いいけど、がっかりしないでよ。奇跡の水か。さりげなくただの水を汲むふりをして奇跡の水を汲む。これ見られてるパティンやな。すごい色だな。こんなところで何してるんですか。もうやめましょう。おい、今の話聞いたぞ。おい、みんな来てくれ。何？奇跡の水なんて一言も言ってないじゃないか。こいつが外国人と話しているのを聞いたんだ。奇跡の水なんて嘘だったんだ。こいつ、みんなを騙してたんだよ。なんという悪人だ。人の弱みにつけ込んで、こんなインチキで自分だけ甘い汁を吸おうとは。誰求めてないやんけ。ほら、だからただの水だって言ったのに。ただの水だって言ったのに。あんたの嘘のせいで治療が遅れる人がいたらどうするつもりだったんだ。よそ者のあなた、仕方なくこの避難所にいさせてやっているのに、恩をあだで返すつもりか。でも治ったんでしょ。みんな、こんなやつ構わねえ。ここから追い出せ。ひでえ話やで。あ、石投げた。石投げていいのはイエスだけなんだぞ。ふざけんじゃねえ。まあしょうがない。ペテン師、二度と来るんじゃねえぞ。人の心につき込んで最低よ。はあ、ダニーがかわいそうだ。ダニーが一番かわいそうだ。マジでとばっちりだよ。すまんな。